はい、どうも、ニートムでーす。今日は、クンキッズだった俺が生まれ変わったらお医者様だった件についてっていうゲームやらせていきたいと思います。よろしくお願いします。メンバーは、ヒマジン、ベノム、アーケン、ディーディーです。よろしくお願いします。はい、お願いします。もうタイトル噛んだから無理だよ、多分。いや、君、もうマジでタイトル噛んだ。紙指摘中、ガチ嫌いだからやめて。ってことで、今日は、ボードゲームの、あの、ノーマル側の方の人生ゲームやっていきたいと思いますんで、ちょっと、いつもと違う感じのゲームなんで、よろしくお願いしますね。みんな初めてやんな。初めて。まあ、リアルでやったことあるけど、ゲームでは初めてだね。医者になるのは2回目かな、これで。お医者になるのは2回目かな。もさっぽく言うのやめてほしいわ。どうしよう。なんこれ。逆転狙い、ありでしょ。全部ありでいいんだよ。ありでしょ。スタートダッシュは何？特定のマスに止まれたら人生人より先に就職できる、家を買えた、ありだろ、ありだろ、ありだろ、やっぱ運を言う要素な、ありでしょ。俺マジで人生スタートダッシュ切るよ、これで。マジでお医者様になるわ、俺これで。ベロムチャレンジ、お前絶対行くやん、もう。いや、当たり前だ。俺じゃあ緑行こう。ピンク。人生失敗するやつら見届けよ。いや、僕が一番成功するから。申し訳ないけど。やめなきゃ、無理があるで。でも、お前、生まれながらにして入る。アーケンさんの学歴じゃ無理だな。うるさい、お前らマジ出かけでしょって思う。おむすび結んどけよ、お前。あ、ディーディーからだ。ディーディー、もう負けてるくない？もう負けてるくない？生まれが遅い。アーケン生まれ遅い。早生まれ。しゃ、行きましょうか。じゃあ、スタートダッシュ、ドリームレンジャー、チャレンジ、腐ることありますわ、ルール。一発逆転狙って、では。俺じゃあ45億稼いで終了するこの人生。順番ルーレット回してゴールを目指しましょう。しっかりお金を集めて1位を目指してくださいね。ではゲームスタート、よろしくお願いします。まあ DD からですね。いきなりスタート。5000円を持ってスタート。ほう、自動車保険に入る場合は1000円払う。1000ドル、ね、ごめん、円じゃない、1000円じゃないよ、ドルね、ドル払うわ。おお、堅実に。DD がディディ、自動車保険で何か分かってんの意味？チューリッヒ。あれ、テレビ CM みたいな。もったりの考えがなさかった。内容じゃなくてそっち答えられんの、俺ちょっとびっくりしたわ。ああ、もう金なくなってる。あれ、いきなり一文なしじゃん。もう金ない。そんなタイプ、ディディバカじゃん。じゃあ俺もさすがに入るかな。入んないよ、入んなくても、入んなくても、入んなくてよくない？いや、いや、どう考えても入るだろう。自動車保険分かるやつは入るだろ、どう考えても。保険に入らない人生ってのはね、敗北者やから。保険入るね、脳がない人間だから、それやってること。やばいってること。保険はね、入るのが普通です。でもこれなんかさ、全国のホームレスに今、喧嘩。授業のと友人です。ありがとうございます。堅実ですね。まあ私はね、ちょっといろいろ経験があるので入っときますよ。確かに。でもさ、これ全員入るのなんか微妙じゃないこれ。ああ、じゃあ、早生まれの人は。早生まれ入れよってない人いるってなんか。いや、高校に。うわ、ショッピー。でも2000ドル。みんな2000ドル。現実な2000ドル。どれやめろ。手持ちない人いるけどな。手持ちない貧乏人いるよ。アーケーさん、多分これ入ったらちょっと微妙かも、流れ。いや、全然入るよ。ダンブシ。そう、お前らの声とか別に聞かない、聞く必要ないから、普通に考えて。6、おい、めっちゃ出るやん。あ、待って、7000円もらうじゃない、これ。うわ、強っ。やったね。心優しいから7000円もらうんだ、こういうの。お前らと違うんだ、お疲れ。生き方気持ちすぎだろ。心が汚い。なんで、7000円もらって心ホクホクしてるはずなのに。あー、3000。あ、一問なし、脱却。何これ、なんか感じ悪いやついんな、一人。普通に終わってるわ、こいつ一人だけ。乗りちげえわ。行くか。これマップでなんかいろいろカード見れるんだっけ。あ、見れる。あるね。1000円払う。やばくね、なんか結構金。あ、でももう回せる。これいいじゃん。めっちゃいいじゃん。7とかありだね。ちょ、出すか。俺はマジで一番の富豪になるから、このゲームで。惜しい、惜しい。あれペナルティ。いや、7000円も。あ、これ2000円払う。家賃滞納しそうだもんな。暇人さん
ていい。暇人さんやな。なんかさ、俺暇人と同じで7がいいんだな。7があり。ああ、しょっぱい。あ、でまあまあまあお金もらえる。あ、もらっていく。着実に金を稼いでいく。いや、ベノさん金持ちやん、いきなり。いいねー。なんか。とりあえず回すか。え、なんかさ、おいやこれでまたもらうんじゃねこれ。なんぼ？何これ。うわあ、ちょっとマスターした。金持ちいい。え、なんかボードゲームの方さ、なんかめっちゃ金のやり取り多くね、なんかクソ悔しいんだけど。確かに。めちゃくちゃ金のやり取り発生するよ。なんか前回ステータス上げまくりだったからな。就活費え、これよくない？あ、農家。うん。おいいじゃん。初手農家4目指します。あーなんか水色マス、なんか良さそう。なんだこれ。ん？ん？あ、家を買う。え、買えねえよ。いやでも借金でできるから。ステータスあるしね、一応。さあ、ニーニーはどの家を買うのか。え、でもさ、こういうとこで負けたらいけないと思うんだよ。え？いきなり？マジ？それやってることインケ転生と一緒だよ。切ったな、今。インケさんは今度でっかくなる男だよ。いや、すぐ手がかかった、4枚。これ、利子つくよ、利子。よし。利子、利子って分かってる？ん？トイチだろ、トイチ。高い方やな。ちゃんと違法な方知ってんだな。牛島くんで読んだからな、俺。おー、でかい。何、どこに止まんだ？あれ？あ、1個前だ。おー、でかい。2万ドル。考えたらさ、でかすぎだろ。だったら、実は安くないか、家安いよね。おおおでっかあいあれ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 払う稼いだ分があ優先払う稼いだ分なくなっていったベノムさんなんかデメシャバくないしょっぱいね今回あれおあ就活あアークさんいいいいアーケさんリアルの就活の方はどうだい明日インターン行きますね明日インターン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 なのにねこんな夜中にゲームをしてるという、ね、まだ12時です夜中じゃないの明日のインターンいい風に転がるといいね疲れちゃうと赤字になっちゃうおっきゃいいお前ちょっと待ってお前なんか食いながらやってるだろまあ一旦ストップベノムって遅くないなんかあれベノムだけ遅いベノムさんだけなんかすげえ遅い俺ちょっと遅れてる絶対追いつかないでしょこれ追いつかないよ遅れた分取り返しに来たときに。お、なんだこれ。あ、おお、5000ドル。え、なベノムさんなら減ったり増えたりしない？うん。上下激しい。2、あ、くそ。まあまあストップ。いやみんなストップないここは。やばい遅れてる。どうしよう。ベノムさんだけなんかやばくない？遅れてるよ。リアルな出てて博士課程出てるよそっちなんか癖出てる博士。じゃ最終的にはね、学歴トップと。どっち行くんですか？右側だと。見た感じ、うん、会社員になれる、はあ、はあはあはあ、はあはあはあ、マップ見ますねちょっと、堅実、あこっちでもなんだ1万ちょっと、めっちゃ職業あんねこっち、2万医者だ、マジ？おみんな医者になれるか、みんな医者コースだろ、いやマジ生まれ変わった、まだまだまだ、ああでも、あでも政治家、あパティシエ？パティシエ、まあまあ高い、まあまあ高い、いいですいいです、パティシエになりますよ。へえ、医者になんなくていいの？いや医者とか普通に、でも暇人さんが医者になってくるんだったらあれじゃない、別の落とした方がよくない？カッコつけんなよ、お前俺の給料に嫉妬する日が来るようになるよ、なんか生命保険？パティシエやめいらないパティシエとかなんか死ぬかもしれんからな、いや、どういう現場、どういう現場なん？トリコじゃんもう食材あの取り行ってる最中にでっかい魔物に襲われて死ぬかもしれんこっちがこれなんなん会社員しょうもないななんかストーカーって文字見えたんだけどストーカーってなんかあったストーカーなんてあほらストーカーをなん撃退ストーカーを撃退かスーツを買うスーツ買いてーいやいやでも医者だったら医者行くわ専門職いや専門がね専門性をねやっぱねしっかり身につけないとこれからのよし大学中退したのに大丈夫そこデザイナーデザイナー1万円安っお前これデザイナーかフリーランスかしか決めれないの今これそうだ、ね、いやでもこっから上がってくんじゃないデザイナーもデザイナー何これあでもむ
職でもいいんじゃない、フリーランス。まあ、まだまだだってさ、もう一回聞けばさ、アスリートで1万5千ワンチャンあるよ。確かに。そうまだいいんじゃない。いや無理だろ、俺は無職になりたくない。お母さん泣かしたくない。もう泣かしてるだろ。俺はデザイナーになる。もう泣いてる。あ、でもひまじさんデザインうまいもんね、実際。まあ確かに。任してください。頑張っていきましょうか。給料日5000、うわどうしよう、入ろうかな。デザイナーやろ。だっていらない、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 間入らない、大丈夫だろ。生命保険。いや遠いんだよな俺。ベノムさん遅い。いやいやいや、でもこれ農家になれるぞ。お、農家。俺農家になるわ。あ、農家、これスキップできる。うわ、よし、これ追いついたぞ。で、ここ行くと。どこまでスキップするの？1位行く。あー、これは農家やっぱね、いろんな労災とか起きるかもしれないから入ってた。じゃあ、もともと最初にあそこ止まったらやばいことになったじゃん。一人だけなんかついていけないみたいな。確かに。やべえ、農家だわ。とんでもない速さで一瞬で落ちる。俺、米農家だから。あー、いいね。いや、専門職でしょ。いや、なんか農家と協力してパティシエ頑張ろうかな。あ、なんかパティシエじゃない。パティシエまた来た。パティシエ違うわ。お前か。フレゲータよ。え、なんかまだ小銭稼ぎしてる。まだ小銭稼ぎしてんの、ラケンさん。いや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 。言い方がやばい。やば、これまずいですよ、これ。遅いね、アーケンさん。ちょっと聞かせて。君遅れてるね、アーケンさん、なんか人生。じゃ回ったな。な、デメ、しゃばくねえか。おいしょしょし。青い職業、あ、違う、赤だ俺。な、青い職業ってなんだ。いや、ひまじさんの。あ、これがステータスで職業で、あ、しみさん赤だ、ね、赤か、あ、なるほどね、そういうことね。医者は確か青じゃなかった。あ、ちょっとそういう高級鳥が青なの。え、なに、な、俺らがなんか高級鳥じゃないみたいな。まあまあ高級鳥だけどね。2000ドル。あ、映画ね。映画ね、まあまあ大時代からね。働けよお前。厳しい人間女、昭和人間女。うわー、しょっぺ。あ、払った。払う。あ、まあいいじゃん。両親とかいらないって。グロこいつ。お、怖すぎて。なんだこれ、何になれる。あ、これあれやん。お、ギリギリ何、これ何。アスリートだ。まあまあまあいいでしょ。アーケンさんアスリートコースなんか前にも見たことある。いや、あの時はもうなんかやばかった。もう生命保険入んなきゃいけない、これは。あー、確かに。あー、確かに。アスリートなんてね、一番怪我する可能性高いもんな。本当だよな。アーケンさんなんか本当に目指したかったのはやっぱアスリート系の体動かす系だったのかもしんない。何やってもアスリートに行き着く。なんでだろう。返そう。いや、返さない。え、滞納なんて踏み倒せばいいんだよな。結局さ、今返したところで残る手持ち0円だしね。確かに。あ、返さなくてよかったね。一枚振るとかった。すごい、なんかデメでかっな。俺でかい、マジで。うわっ、でかい。マジさんが着実にお金を持って始めてるってわけ。うん、おい、しょっぱいって。やばない、ベノムさん。あ、でも何それ、何それ。あ、なんだこれ。え、あ、やる気ボタン。おい、あ、でもお宝だ。お、いいな。ありがとうございます、やる気ボタン。まあ、3000円でやる気ボタンでかいっすね。名前ゼロの投資みたいな。名前プラぐらいだ。全然プラスじゃない。あ、お、おお、何これ、やる気ボタン。あ、やる気ボタン。え、みんな、あ、お、あ、よし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 。あ、一個だけなんだ。無駄なマスになるんだ。あけさん、3000円だけ、お疲れ様です。やる気ボタン。くれー。お、あ、よし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 、まあ、小銭稼いで。ボランティアじゃねえじゃねえかよ、バイトじゃねえか。確かに確かに。確かに1000ドルだったらバイトかもしれん。デメが強い。おー、でかいね。ストップ。ただ一旦ストップと。ん、うんうん、なるほど。進みたいコースを一つ選ぶ。ルーレットの進み、現実への戻り口まで移動する。なるほどねー。なんかさ、すごい怖いマスない、ハマりすぎ。おい、しょっぱいってずっと。ベノさん刻みすぎ。うん、あ、でも金運アップ15000円。やば、1000ドル。でっか。うんち踏むのは嫌だ。これは農家だわ。農家、いや、堆肥いっぱい置いてあるから。あ、そういうこと。あ、アーケさんかなり進んだ。いや、進みにくいな。お、いいじゃん。よかった。まあ、5000ドルもらってなんかキャッキャ喜んでるんだ。俺は1万ドルもらったけどね。うそ。
それ言うなら別にベノムさん1万5000円もらえるから、ね、また5000円。こいつが一番借金あるからね。そうなんだ。でも、お前らあれだろ、まだあの実家暮らしでしょ、普通終わってるよ、お前ら。エンタメ、トラベル、スポーツ。いやー、芸術的なんがいるんだよね、俺には。うわ、どっちかなんだよ。旅行じゃない？旅行で。トラベルって意味わかる？ディディ。え、トラベルって意味わかるよ。あ、もらうだぞ。日本人は8000ドル。お金チリンチリン。あ、それで終わりなんだ。あ、で終わりなんだ。あ、じゃあ、奥、あ、これさ、多分奥行った方が美味しいんじゃん。おー、でかい。最悪だ。こいつなんだ、これ。チリンチリン。あ、また1万ドルあれだっす。やばくね、ベノさん。農家すごいね。農家、幸運説あるな。あれ、腹が。待って待って、怖い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 。あー、これラーメン、ラーメン、ラーメンあるですね。そう、塔の呪いが来たって。食べ過ぎだよ。ちゃんと。お、で、返さんの？いやーでも4000円で残るの。よし。怖くない？払うよ。払うことになっちゃうよ。いいや。払わない、俺は。決して。食い逃げするわ。あ、もらうじゃん。もらう上だね、多分。お、しかも、うまっ。また約束手形返せるじゃん。やった。なんか一人だけなの。新人さんがめちゃくちゃ進んでるの。あー、刻んだ。あー、困った。もらうかな？もらう？うわ、払う。まあまあまあ、失った。なんかしょうもない。やばいな、なんか出目が小さいな、なんか後ろに引っ張られてる。はい。え、ベノムさんなんかやばくね、5以上出てる出目。コレクションだらけの、お、6000ドル。あざす。え、やばくね、ベノムさん。小銭を稼いでいってる。10。まあまあでもストップマスだからな、結局。意味ないな。いや、これ欲しかったな、俺もお宝。これ結局さ、みんなここに到達するからさ、結局後ろになるんだよな。え、ディディが到達しない人がいる。まあまあまあ、小銭もらうわ、そしたら。いや、その地道に稼ぐの何これ、全員ここ。パティシエで借金持ってて、きついよな。確かに。返さんとちょっとずつ。店開けなくなっちゃうよ。確かに。いやでも店あれだから、あのマンション買ってるから。いや、マンションでパティシエできねえ。来たー。やばい、一緒に遊ぼう。しなくていいんじゃない？いや、結婚はするよ。なんてデザイナーごときが結婚するんだよ。職業差別っぽいの来たって今急に。9と10が0で、1がいいんだ。0でいい。ご祝儀とかいらんやろ。9いらん。あー、いらん。あー、惜しい。皆さんもらいます。3000ドル。いや、キモすぎ。普通にキモいわ。返してほしいよ。あのさ、俺この金俺いらねえかも。こんなに妬まれる結婚俺したくねえ。キモキモ。つらそうだったよ、アケンさん。アケンさんはリアルで結婚できなさそう。うぜぇ。暴言じゃん、ただの。さあ、アケンさん、どの道へ行くのか。どうしよっかな。なんかエンタメコース、ちょっと。なんか行ってみたいな。どう考えても、スポーツだろ。スポーツだろ。どう考えても、なんでバカなのかな、この女は、本当に。いや、でかい出目が。あ、これ、あれだ。大丈夫、これ大丈夫。なんか変なマス行かない？何？うわっ終わった。あ、これハマりすぎます。うわっ、うわら、あらひよーい、やば。あけさん、これで目がでかいってやばいんだ。あけさん、どうまい？死ね。どうまい？まずいですよ。もう1以外だったら大丈夫よ。借金回収？ああ、でかい。でかいな、お前。でも、いや、でも、いや、でも、待て待て、ここで銃出せば、後の、この、なんとかハマりすぎなの。どういうこと？ハマりすぎない説。ちょっとじゃあシティコース、シティコース、タウンコース。え？ちょっと見るか。どんな感じなの？シティコースっていうのは。カラオケ、払う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 、もらう、え？ 46,000。え、話を適当に聞いて上司にバレた。3000払う。あ、じゃあ5000払う。え、めっちゃ良くない？そっち。払う。もう6000ずつもらう。なるほど。あ、ここら辺でもらう。こっちちょっとあれか、安牌ルートって感じか。こっちは子供を迎える。子供、あ、出た、子供があるぞ。子供、子供ビジネスやる。え、コムドットじゃん。ちょっとやめてください。パンクした。なるほどね。まあどっち行ってもって感じ。俺はあえてこの48000とこれを狙いに行くよ、開業。あ、いいんじゃない。あ、ありじゃない、いいんじゃない。俺はこの勝負に勝ちに来た。
あれご飯対策払う。あら1万。あまあまあ待って、まだもう1回チャンスあるから。ご飯対策し何があんだよ。くそ。子供使っちゃうかな。他人の子供の望みは結婚できない。一番うまいやつだ。あぶねあぶねあぶね。やばくね強くね。オペラハウス。あざっす。ちょっと宝やばくないベノムさん。農家オペラハウスをゲット。でもこのゲームもう勝てる気がしないんだけど、どうすればいい。人生諦め早すぎやろ。まだ序盤の序盤だろこれ。どう見ても。心が痛い。上司へご送信。あ死んだ方がいい。こいつ。しそう。あだめだ。あげさんめちゃくちゃしそう。ごめんなさい。なんだ出る。うわー3だ。あ、でもなんか、お金もらえる。なんだこれ。1万。まあまあ悪くない。これでまた返せるわ、俺。ちょ、もういいや、でけえ数字出そう。暇人だけ独走してんだよな。やばいね。いや、将来はまた金あるんじゃないこれ。いや、いや、もらうもらうもらう。もらうんじゃね。おー、2万8000ドル。でっか。うわ、でっかこいつ。うまー。お金、チャリンチャリン。やばいな。え、ちゃんと稼げてるわ。半分か。あ、払うもらうじゃね。あ、もらうのはず。おー、1万2000。いや、いいね。ハスティに行く。いい感じに払うマスに行くの。あけ、泣きたいんだけど。あけさんなんか人生生きんの下手くそ。あ、しかも終わっちゃった。しかも終わっちゃったよ。ストップだ。結婚する。いや、死んとき、結婚してお金稼ぐ。死んとき、死んとき。いや、お金稼ぐ。6000ドルしかない、アスリートが。アスリートとか未来ないから。あーしょっぱい。2000ドルでいいんだ。2000ドルでいいんだ。あー全然あげる、全然あげるよ。2000ドルでいいの。いいの。7万。もう2で割り切れる数字をもらうあたりよ。確かに終わってるなーこれ。まあ一旦返しとくか。いや着実に DDA しっかり借金返済パティシエで、しかも8万ドルの家持ちだからね、もう DDA。確かに。あそうだよ。でかいなー。ああこれもらえる。もらう。よしよしよし。ああ、え、スプーン曲げてきただけに2000ドルもらえるのやるよ。すごい。ちょ、今持ってくるわ、それ。払ってください。よっしゃ、行くか。ルーレット。えい。あ、あ、もらうじゃない。来たー。お、なんだこれ。うわー。6000もらい。やった。ありがとう。領土内ってだよ。ありがとう。ありがとう。あ、ありがとう。よいしょー。ありがとう。ああ、あけさんだけもらってない。あ、かわいそう。あ、かわいそう。あ、そんな悲しそうな声あげんなよ。暇人先輩ありがとうございます。農家だからやっぱ嫁は必要だよな。あ確かに後継ぎいるもんね。うわこれもう後継ぎ出さないといけないから。さあ皆さん90 90 90 90。あーまあ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 、これで取らないでください。僕からうわあうわあドワー。ごちそうさまです。キモいなこいつ。さ普通にお金がないんだけどどうする。貧乏だね。ね、俺の方来る。でもシティで一攫千金じゃないか。シティ一攫千金じゃない。4万6000いこうぜ。うっ、いや多分でお金かお子供こさえるのありじゃね。子供いても邪魔だよ。アスリートのアスリートで子供は邪魔だよ。あーなんかもらうかこれ。どうだ。なになにこれ。なになに。あ渡す。まあいい。5万。ありがとうございます。アケさんがめちゃくちゃクリスできると思えないんだけど。いや、まだ無理だ。アスリートだから筋肉盛り上げること。アスリートだからね。筋アスリートがさせた。あ、これもらうじゃない。おー、これ赤いくない。よっしゃ。あー、いいね。あっつ。さあ、給料日までいけるか。さあ、給料日。1、2。火災保険入れる。あ、なるほどね。10、何？一身上の都合、これや、やろろろろろろ。やっぱ危な。お、こっち上手くない？ランクアップ。え、めっちゃこっち良くない？こっちのルートな。あ、これなんか。シティコース行ったからシティでもらえるんだこっち。あ、シティは後半すごいんだここ。あ、なるほどね。え、いいな。だタウンはこっちのルートしか行けないってことだよ。え、でもこっちも良くない？周りと。子供を増やせるんじゃない？おお、子供なんか勝手にこさえとけ。こっちは俺は稼ぎに来る。あ、うまくない？なんかすごいぞ。あ、これ、うわ、超えちゃう。まあ、火災保険は、ああどうしよう。こそまし持ってんだよね。残念だけど。金も金もその声。残念だけど。お前の家燃えろ。
まあ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 、まあ、みんなと違って早めに入ってんだよな。まあ入っておくか、火災保険。ディー、火災保険入ってなくね、そういや。入ってないね。え、いや俺燃えろ燃えろ燃えろ、ディーディー燃えろ。あ、おうわー、すごい。あ、でもプラマイゼロやん。いやいや、マイナス1万やで。まあまあ、マイナス1万なんて走れないでしょ。まあ確かに、俺らからしたら果たし、はした金だわ。いい数字、どうなんですか。だあれ、おわあ、まあ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 、でも次がプラスだからね、シティは。新幹線高いからな、最近。しかし、ちょっと。ああ、ちょうど返し時ですね。ほんまや。おいじゃん、お客さん。まあまあ、これで借金なし。さあ、2を出せれば子供が。子供ゲット。2個。うわ、マジか。子供ゲット。うわー。でください。でも子供って食費取るしな。いや、この世界に食費とかいう概念ないから大丈夫。絶対これあれで子供のいたずらで家が燃えた、家を失うだな。知ってます。読んだ、もうそこまで、そこまで読んだ。そう、DD はまあ、トリマ。見たいか。一旦結婚を。別にね。一旦ストップと。これさ、ストップ。ストップマスきついな。残するべきでしょ。無理だよ、リリーは。いや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 。自分はできるみたいな言い方しますけど、アケさんは無理っすよ。アケさん、ちょっと無理。ああ、まあまあ、休めでいいっすよ。まあ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 。休めでいいっすよって、まあ。エマジン先輩にもらったんで、まあ、6000円渡したんでね、確かに。うん、あれ、アケさんのお金が。いや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 。アケさんだけきついね。ちゃんとお金貯めてるんですよ、今、頑張って。こっちも子供を迎えられるんだね。ね。一応ね。まあまあこんな感じか。生命保険はないと。まあ3いくか。うわ、そっか。子供を作るんだったら生命保険入れるの。ああ、2。あ、うわ、もらう？払う？どっち？払う。うわー、一気に払っ。え、贅沢しちゃった、ひまりさん。デザイナーですね。投資乗っちゃったね。多分これあれかな。指定コースはなんかハイリスク入りたん。お、7で。なんで？おー、給料いいじゃん。まあ、なんかあれや、高いのなくなっちゃった。まあ、一応ね。よかった、早めに買っといて、俺。いや、いいな、家買えんのでかかったな、ディディ、あれ。俺、今、一番最後の方だからよかった。もちろん、火災保険も入って。入る。で、残り何マスだ？2マスか、3マス。あ、飛ばされた。お、あ、あ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 あ、タウンコースに戻っちゃった。戻された。確かに。下道行った。下道行ったね。ショートカットはしたのかな？かな？逆にあれ？あれ開けよ、あれ。あれ払う？開けさ？払う。まあバーベキューとかするんだもんな。確かにな。一旦返すか。借金あったんだ。なんかずっと返してる。ずーっと借金ある。ひたすら返済に当ててる。そう、一発逆転あるからな。確かに。まあダウンコースで一旦。ガキこさえるか。おお、もらう、あ、もらう、よし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 、これでまた返済が可能ではある。やっと返せるわ。暑いなあ。まあ、ここは普通に振っていい。早いな。ストップ、給料日ます。安っ。うん、うっそ、マジでやべえ。お前んちの畑に塩まきに行ってやりてえよ。ああ、ギリギリ到達した。ギリギリ、クソ2位出たけど、めちゃバカにしちゃったのによ。でも2だったら3万もらうだから。うわ、どっちがいいんだろうな、タウンコースかシティコース。なんか2人遅いね。一緒ば。あ、まあ、何これ。え、なんこれ。進路変更。進路変更。あ、なんかやばい方行かせるね。あ、でもシティコース、シティコースに行けたってことじゃね。いや、お金ないのにお金払わされたらたまんないって、マジで。お、で、ディディディ、あ、でかい。あ、抜かされた、普通に。これ、青色止まんじゃない？また買うの？え、さらに買えるの？でっか。もっとよ。やば。もう不動産屋やん。え、おしろ。あ、これ、アケさん、もしかして。失うの？あれ、失うの？買えるんじゃね？あ、失うんだ。え、なんだよ。あ、まあまあ、いっか、でもお金なんか増えたの。あの借金、何だったの？何のために借金だ？え、
な、しかも8万失って5万返ってきただけで意味ないよ。でもプラマイゼロなんだよ。何のためのやつだったんだ。そこっちはないんだ。払う、もらう、払う、もらうって感じが。そう、多分なんか色がついてんのがいいやつ。意味あるよ。おお、うん、お、お金、羅針盤ドル。課金の羅針盤。カフェ店長。2万8000高くない。銃を出すと、銃を出すと、あ、まあ、工芸職人。こっちは？あ、こっちはなんかあれなんか、なるほどね。こっちはなんかあのお宝系が多いんだ。コースか転職コースかって感じなんだろう。まあ一回前へ行ってみるか。ランクアップ、転職コース、ランクアップでしょう。やっぱりね、汗水流して働いた金が意味があるから。あれ、あ、かっ、いやちょっと惜しいな。くぅ、ちなみに俺は何になるの、ランクアップすると。カフェ店長、あ、いや違うやつがあるんじゃない、うん、ランクアップ。一緒じゃない、一緒だね。俺、お宝いっちゃいますわ。いや、出る、ここで5。うわー、ショッペー膝もねえ。おお、風水を取り入れる。うん、でも、あけさん金ないから、これ買えない。かわいそう。まあ、借金だ。少な。あ、俺より多いわ。いやでもここで高層マンション買える、誰かが売ったやつ、誰かさんがなんかやったもんね。買っといて、これで不動産を保有しとくと、うん、きっといいことがあるはず。なるほどね。いや、燃えてほしいな。燃えたら最高におもろいけどな。これでお金がないよ、小川も。人生ゲームにおいて家ってなんかなんだかんだ言って全く発動しないじゃん。4万払う。あれあれ、借金時刻やば、時刻やばいやば。え、借金してファーストクラス乗るバカな人間みたいになってるけど今。あ、まあ俺は借金返しますわ。いいね、結局借金返しただけ。ちょっとおもろいな。あ、なんか追いついたん、 DG も。あ、テレビマス来た。え、DG 高いな、18,000。でもディーディーあれだから一周遅れだからね、なんだかんだ。そうなんだよね、俺一周遅れなんだよ。一番最初はないな。あー、惜しい。払う、払うか、もらうか、仕事の波行くか、こっち行くか。こっちの子だって2個あんもんな。あとでもこれでスキルアップがあるんでしょ、どっかに。そこは俺らの前のやつが、あれオレンジマスが転職じゃん。青いマスがあれじゃない、ランクアップとかじゃない。いやー、なんか、なんて書いてある。おっ、5000もらう。ベモさん、着実にお金稼いでいくね。大事だわ、こういうの。2000ドルの借金持ちはちゃいますわ。2万ドルね、2万ドル。2万ドル、そっか。いい返せない。あげさん、まだ返せない。まだ返せない。あれがない。マップ見ていいですか、なんか。あー、あー、でここら辺が10とかが転職？ああ。なるほどね。あ、これランクアップか。ランクアップだね。ランクアップしてえなー、なんか。でもさ、俺さ、ランクアップがさ、したいんだったらさ、ここ別に狙わなくていいのか。だって1万8000でしょ、俺、パティシエで。こっちで小銭稼ぎつつ。でも2万8000とかあるよ。3万とか1万ドル違うんだよ。あ、そっかそっかそっか、焦げ職人でさらにランクアップしたらやばいのか。そう、うん、確かに。やっぱしっかりとした道に合えばね。おお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 1か3。いや、なんで入ってた、外してった、払う。変なこと、これ実際ありそうだよ。ありそう、ありそうで、うぜえわこれ。うまじいさんの実生活全然ありそうっていう。お、ベルもここでストップ。さあ、まあ、これで右行くのもありだよね、全然。あくさ、借金返せない。あくさ、そっちっても別に借りないから、借り稼いだ方がいいんじゃない。いや、うん、転職を目指す。愛情たっぷり。あ、よかったね。よかったね、アンケンさん。ありがとう。
ありがとう、ありがとう。やばい、なんかすごい生きるのが今辛そうな人間がいる。ありがとう、カミ。で、俺今度こっちにして。よし、お前、上がる。え、お前、工芸品いけたのになんでいかんかったの ?3 万ドルに上がったのに。え、嘘。見てなかった。ちょうど3だったからいけたよ。ほら。あ、ほんとに。やったな。あ、やったわ。でかっ。でかい。ジン。あれ?では化学食品。え、化学書。化学書。お前、ガーうわ、最悪だ、俺。これでかっ。このミス。キマジンさんがなれなかった科学者。ありがとうございます。科学者になり3万ドルランクアップになったら7万5千もらえるらしいで、これやば、せっかく千金やん。あっちストップってあれか、これもう一回。あーしょっぱい。あ、おし3でまだ進めたんだ俺。あの、もらえる。まあまあまあ、しっかりがっつり稼いでますぜ。ブヌムさんも、いや、まあまあいい、一旦返すか、まあ、返しとけ、返しとけ。返したところで意味ないって。いや、結局意味ないな。もうちょっと余裕がないと返すのも。いやいやいや、利子で増えちゃうよ。数字で返すわ。さて、どっち行くのが正解だ。何も進んだか覚えてる？残念、払うか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 。こっち2000だ。こっち2000円安い、2000円安い。あ、こっちでいいか。アンケイさん、いろんなスーパー回って安い。は？え？あ？人のせいにして、そういうこと？うわ、あ、ゴミだ。あれ？見てなかったけど。ロールって。チェック見てなかったけど。お、待って。ああ。ランクアップじゃん、ディディ。ランクアップ。お。やった。さあ、ランクアップできるか。全然ランクアップできそうじゃない？おお、ランクアップ DD。 何ももらえんの？はい。カフェ店長がランク、人気カフェオーナー。おお。いいですね。そうそう、僕だけすごい貧相なんですけど。これあれだわ。ランクアップ重要だがちで。いや、それはみんな分かってるで。いや、いいね、でかいね、めちゃんとしっかり。なんだかんだ言って俺追いついてきたな。追いついてきたね。サマドラー。さあさあ、いちかさん、いっさん、おお、かいいね。まあまあまあ、2万7000十分十分。まあ俺はこの農業やめて声優になります。あ、でもさ、え、でもこれさ、ランクアップナンバー13579ってキモくなかった。奇数えぐいね。あけさんだけなんか遅れてるね。なんかあけさん、どっち行くのか。何だから、これ結構いい。ちょっと、あの、え、ごめんな、待って、ゴールじゃないかも。なあ、エンジニア。おお、エンジニアか、下は、下何？ウルトラクジじゃん、ね、ウルトラクジ。ウルトラクジやろ、ウルトラクジあるよ、アケンさん。いや、アケンジズ。バカな、お前らバカな。普通にエンジニアになるけど。アケンさんのエンジニアってなんかやだ。無理だろ。絶対事故るでしょ。絶対事故る。いや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 。もらうお金一緒なんでね。あー、人気カフェオーナー、そろそろ行きますか。キモ。よしよし、まあまあ、ストップ止まった、よかったよかった。よし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 。いや、いいね、落ちていけないよ。うん、まっ、うん、まっ、金、やば。何に出せばいい？10とかすごいね。ボードゲーム、ボードゲーム9、バナナのカードがいい。うわ、生命保険、やば、生命保険ぐるろ。あれ、入ってないよね、ひまりさん。別に入ってない。ああああ、9出せ、9出せ、9いけ、9いけ、9出せ、9出せ、出ねえよ。え、でもこれさ、出ねえよ。なあ、待って、なんか、なんだ、あ、惜しい、ランクアップじゃない、もらう。そう、今5出してランクアップして7万5千だったのにな、給料日まで。え、いや、ちょっぱい、え、こいつ遅くね、なんか。ベノさんやっぱ遅いよね。いや、1万払ってるし。声優になってから寿司食うよ。アケさん、そろそろ借金返したら。いや、借金返す。次で給料日だから、普通に。金ないやつは借金返しとけな。うん、そう、パン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 早く借金返しな。借金の返済を頭に入れながら生きる人生は楽しくないよ。3万入ってくるから今。家入ってでっかい家買ってよ。3万5000。ありがとう。で、俺は2がいいな。おねどり。あ、お、あ、あ、9いかんのや。払う、払います。まあまあいいですよ、全然1万ぐらい。今12万。いや、すごい熱いわ、ディディ、それ。
1。いやーでも一、そうだよな、ひまさん一止まれたら勝ち。1、2、5、5、5、5、8、8か。え、また8やばくない？あ、大丈夫か。黄色ビール。な、何を2枚もらって書いてあった今俺。株。株、あ、もらったけど。買うでしょ、そりゃ株は。株券は絶対に。なんでこいつ生命保険だけ入ってねえんで意味わかんねえだろ。ああ、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 使うしかないでしょ、こんな。はい、使い。うわ、自動車保険入ってよかった。うわ、事故ったね、危なかったね。危ねえ、事故った。説得力あんのおもろいで。おい、しょっぱいってずっと。やばない、ベノムさん。ね、そんな人生細かくいきたい。強いメンタルで苦境を乗り切る。事故ってことこれ。乗り切るよ。今朝チビチビ返してる。チビチビ返して。頑張って返す。いや、ここで生命保険の方も全部使い果たしてほしいわ。9での9。くそ。4。あ、使っちゃった。使っちゃった。あれ？ああ。あ、じゃあ、あ。え、どっちがいいんだろう。どっちがいい。いや、こんなん。偽物、え、待って、上、あれ、なんか書いてるよ、価値。もう一回家押して、上見てみ。古代魚の方は何本？あ、まあ、同じ。8万。8万と9万。こっちの方がワンチャン高い。期待値高いの、こっちの方。いや、わかんない、でも。成功確率は低いかもしれない。ああ、ワンチャン確かにそうかも。それは確かにわかんない。同じやったらあれやけど。ベノムさん、相当後ろだね、なんか。うん。あ、いいじゃん、いい。チャレンジまで行くんじゃん。わっつー、でかいね、4万5000。なんでこの人、高級マンション売っちゃったんだろうね。わかんない。おもろいね。2回給料もらうだけで高級マンション全部。あ、うわぁ。ほう、接続基盤に5000切るとも。お金ないのにそういうことしないでほしい。やばこれ。8、10。ビッグチャンス？ほう。あー。あーなるほどね。80、80、80、90。ドリームナンバー。なるほど。たぶんこれ8から10のやつが一番うまいんじゃない？そうやろ、たぶん。お、姫さんも来た。さあ行きましょうか。なんとか追いついたわって、かばん、ちゃんと。ビッグチャンス。かけ引き、みんなの分が。お前も、なるほど。ラッキーセブン。なるほど。まあ、ひまわりさん、給料低めだからな。関係ねえだろ、どう考えて。給料と出る目は。ちょっと入って、ずっと。さ、また払った。何やってずっと何やってんの、ベノムさん。あのさ、掛け金増やしてもらっていいかな、ちょっと。お、ランクアップじゃない？あ、違うわ。あ、子供だ。子供2人を迎える。え、子供ビジネス始まる。家族いっぱい達成されたんだけど。え、彼もね、借金持ちが、うん、やば。子供かわいそう。まあ、やっとみんな6000ドルの。まだ借金返せない。いや、いいんですよ。子供作る前にマジで早う借金返すよな。でも高級マンション持ってるんで。5000ドル払い、数字を2つ選んでルーレット行った。うわ、20万ドル。あっつ。狙う数字。2つ選ぶ。俺。いや、違う。え、これ帰れないの？あ、帰れなくなっちゃった。まあ、こうじゃない？ 38。そう、おー、なるほどね。そう簡単にはいかないと。まあまあ、いいですよ、いいですよ。しょうがないです。いやー、早いな、でも進みが。ひめさんは？ラッキーセブン。おお。え、なんか、え、待って、俺より良くない？え、俺より良くないか？次の番に賞金もらえたらドリームナンバーへ、賞金もらえたらビッグチャンスへ。え、なんか、え、ひまさんの方が良くないか？なんか、なんかすごいね、何回か、チャンス、3。さあ、でも当たりは7。でも結構いけそうだけど。おマジか。いいな、みんな楽しそうで。楽しい。俺はビッグチャンスに行くらしい。2じゃない？あ、3か。あ、6。ここででかい目で。やっと給料か？あの、ストップマスにさ、ぴったり届くようにでっかい目だ。あ、でも2万7000いいね。遅いな、ガチ1人だけ。よし。あ、え、ちょっと待って、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 大丈夫これ。なんだ？え、これ何これ？なんだあれ？7って。
いや、違くない、多分通り過ぎ、1個通り過ぎるくない、なぎり1個、1個通り過ぎる、もらう。あ、買わんほうがいい、やめてください。いや、1枚だけ買っとこう、1枚だけ、ね、だったら2枚買えよ、だったら2枚買えよ、意味がわからん。え、これででも、ギリギリ買えるから。うわ、や、仕送りあったら別に。ないなんか。これで、無事に返せる。相手もなんか持ったっけ。ああ、なんか俺な、なんでも入ってるわ。あったかいな、保険が。うわー、止まれよ、おい。あ、もらうな、もらえる、もらえる。ゲーセンで神と呼ばれる。おもろすぎや。あ、神です。3万、うまっ。給料にね。えぐいな。さあ、ビッグチャンス。は？出た。は？ちょっと待って、お金取らないでおくから。わーお。わーお。あ、もう三万。これアーケンには取らせたくねえな。いや、アーケンさんに取らせたくない。1111111。やば、でかい。あ、割とでかい。よし。17171717。よし、強いな、8はどうせダメっしょ。よしよしよし、うわ、いや、ディーディーにも嫌がないな、これ。俺走りな、違う、勝つか。いや、ディーディー嫌だな。いや、無理だ。いや、暇人か、暇人さんか。いや、いいな、3万。まあでも、ディーディーに渡るよりはマシな気がする。アーケンさんに当たってほしかったな。おねだり、小さい数字、おねだり2。残念。残念。どこにも問われません、ベロムさん。まあ1万5000。まあ1万5000。まあさっきを回収したの5000円分は。アーケンさん、借金返せば。金返します。金、こいつ金ねえがちで。こいつだけなんか最初の方なんだけど。あまりにも虚しい。8万の家持ってると思えないよ。イエス。いや、これで。どうすべきか。それ運命だから別にどうすべきかもなんもないよ。あれじゃない、1、4から始まった方がいっぱいできるよ、ね。あ、もうやだ、やりたくない。金がねえんだよね、でも。あ、そうか。金ない。進みたくない。現実から目を背けないでください。あなたは今からお金を絞り取られます。あ、なんかめっちゃ進んじゃった。あ、7。あれ？お宝チャレンジ。ほら？お、うん、おー。え、でも最初に言った方が有利なのかな。強くね、俺。強っ。俺強いわ。でも無理やん。え、無理だよ、これ。やべ、俺強いかも、マジで。俺、このルーレット勝負、マジで強い。あ、あ、うお、これどうなんの？DD が10打線か。公表じゃね？うわー。え、何今の？これどうなんの？これ。ね、もう一回やり直しでしょ。あ、こっからなんだ。いや、マジで俺うまいわ、出すの。俺マジで出すのうまいわ。俺、調整のプロだわ、やっぱ。あ、無理だな。無理だな。うん。いく。欲しいお宝を選んでください。え、これ5000ドル、8000ドル、3万7000ドル、4万5000ドル、5万5000ドル、うわー、まだ下ある、まだ下ある。2万5000、3万、7万2000、10万、3万、8万、12万、20万8000。あ、12万、え、15万。え、おい、これやろ、ウルトラクジやろ。いや、グジュ、火星ロケット待って。うめぎゅぎゅ、チョリンチョリン。チョリンチョリン。お宝チャレンジ、ずっとなんかやってんだ。ずっと俺勝負してんだけど。こいつ勝負しすぎるな、ちょっと。ああ。でもさ、さっき9出まくってたから9の良かったんじゃない。じゃあこれで調整して真ん中だ。うわあ！もう一個。うわあ！ガシャン。ガシャン。さあ、私はのんびり行きますよ。こいつ遅いな、ほんまに。マジでやばい、のんびりすぎる。マイペースにも程がある。7？7 ってどうなの？あれ、ちょっと待って。ちょっと切れ目じゃね？
そのあのさ、僕さ、次のチャレンジの時にさ、普通にまた借金こさえるんだけど、うん、そうなんだ、どうにかしてくんねえ、あけさんも一生無限に借金、あぶねえ、消費税、あえは、あやば、あけさん、あけさん、かわいそう、これ岸田総理が悪いね、いやマジであいつ、あよくない、あけさんなんかすごいね、金ないね、赤色好きだね、赤色真っ赤っかです。全く金ない。からのギャンブル。からのギャンブルさせられる。でも5万だよ。当たったらね。当たったらね。さっき借金したから今。当てんな当てんな当てんな。よーし。よしよしないって、あもうマジで。また勝負だ次。まただ。そう。一生進めてないじゃん。おっつ。おおでっか。やばいな。やったー、4万5000でかいな、でかいね、うわ、子供が結婚、子供おらんやん、あんたいらん、いないね、なんだよ、私子供がいない、あ、子供こういう時に使えるんか、でもめっちゃきつくないか、子供3人いるよ、僕あ、なんでしょう、なんだ、夢か、夢かないんや、え、やば、やば、やば、またよ、やば、え、15万で、しまじさん、えぐい、絶対これや、ウルトラクジャリだな、え、なにこれ、でもさ、うん、これでしょ、それ一回持っといたらウルトラくじ、他だって正直しょうもないよ、うん、いやこれすごいけどね、面白さに、面白さにかけようぜ、いやまあ確かに俺はここで当てるから俺は強いんだよね、逆転チャンス潰すっていうことでもあるよ、うん、確かに、俺はじゃあお宝しっかりもらっときましょうか、チコレいやこれなんかなくなる可能性もあるよね、いやまし、行くいて。こいつ遅くね。ベンさん遅いて。あ。さあまた勝負。勝負。いや欲しい、行かなきゃとりあえず。これ欲しい。お金欲しい。よろしくでーす。よろしくでーす。ゴミなんだけど。え無理なんだけど。ガチで無理なんだ。ガチ俺やっぱ狙ううまいわ。マジで狙うのうまいかも。これ狙いとかあるの？いやあるよ、ちゃんとあるよ、これ押した分だけマジで回れるから、ガチでちゃんと狙った方がいいよ。明けさん、明けさん5000円もらうんで頑張ってください。あ、あよし、ありがとうございます。リリー10出せ、リリー10、それは弱い、お疲れ様です、弱いな今のは、弱い、チョンニャはね大体4マス5マスしか進まんから、そうなんです、ありがとう、まあ、明けさんに当たったらいいや。いや、まあいいだろ、僕だって。借金持ちの子持ちだぞ。おい。2万払わされたんだけど。子持ち、借金持ち。でっか。あ、やばくね、結局そこで止まる、青色止まりそうじゃね。いや、ああもう一回進む。出直してみてたわ。あ、これ青色進むやん。そう、青色行くね、俺。おー、止まるな。オールインワン。なんでホールインワンしたの？やば、18万。やっぱゴルフやってたんだよ、ちっちゃい頃から。ベロムファー、今。ちっちゃいねって、夢が。ベロムずっとダメじゃん、なんかもう。まあ。ずーっとなんか後ろの方に。これもちっちゃい数字出るやろ、どうせ。でっか。ここででかいの。ここででかいの。また勝負じゃん、次。また勝負だよ、みんなで。で、借金いっぱい返しといて。してるの、いいでしょ。こいつもうシングルマザーだろ、多分。なんで隣に乗せてんだよ。あ、借金返さない方が良かったかも、いいや。ね、でもここでね、20万手に入れるかもしれないから。え、でも、アッキーさんだったら。ラッキー7。ラッキー7と何？アンド？なんか固めた方が良くない？まあ、狙いはしやすいよね。6、7とかで。これフルチャージでちょうどじゃん。いや、違う。うわー。惜しい。フルチャージは1周半ね。覚えとこう。フルチャージじゃないよ、今の。違うみたい。マジ？どんぐらいチャージした？ん？落ちくらい。おわ、あ、また払うんだ。払うじゃない？もうだるすぎ。4万。一気になんか、支出やばいね、ここ2回で。1。でかいですよ。決算日。何、決算日。子供で3万、ま？いいね。
返さなきゃ家を2倍の金額、お宝価格決定後金額で売る、それでも返せない場合人生最大の賭けをする。なんだなんだ、え、これ見たい、これ見たいんだけど。決算が終了、あーよかった、何もない、借金ないから、いくら借金こさえたらそんなことなるんだよ。でまた勝負です、あ、お金ない、お金ある、お金ないよ多分。ガチでお前ギリギリ生きてるじゃん。25,000。弱い、よし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 、いや、そうなんだよな、やってきたな、えぐいな、いや、技術あるってこれやっぱ、よし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 、そいつに金がいかなければもう何でもいい、なんでだよ、よっしゃやばい、あのみんな上手くなってるって、これ出目の出し方ちょっと覚えてきてるってみんな。まあまあいいでしょう、お金ください、奥に、あなたはよくないですよ、ここにお金ください。4もらうじゃね、もらうます、よかったな、お金が、お金がすごいありがたみがあるみたいな言い方で。どうせ多分早めに到着できないし、え、どんな感じなんだろう、ここから一直線で、でもなんかもう終わりやん、もらう、もう払う、払う、払う、もらう、もらう、もらう、払え、払う、もらう、やばいね、払う、もらう、払う、もらう、怖くない、その赤いの何、え、生命保険満期なくない、あ、この人関係ないわ、ちょっと来る、あらら、ああ、なんぼ10は一気にす、あーあなた生命保険なくない、関係ないですよ、あ、全員止まれる、うわマジか、え、生命保険これ入り得やん、入り得だったわ、うわ入っとけばよかった、外せ外せ、これはもうね、当たったらマジで一発逆転だよ、まあ、エースと10ですよ、エースと10、あのポーカーの言い方やめてくれて、しかもこれさ一周だからめっちゃやりやすくない、あ、絶妙にちょっといったな、行き過ぎた、これちょっと俺だいぶ遠いんだけど。1、何何何何これ、大丈夫そのマス、持ってる家の金額を払う、あら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 6万か、あら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 すごい頑張ってさ、借金返すのに、これ待って、これさ待って、え、これ決算日はね間に合わなかった、やばい、間に合わなかった、激アツだよ、やばいって、 えぐいよ、その仕打ちは、明けさん、あ、子供産んなきゃダメかもね、うわあ、じゃあ払うだ、払う、え、だる、ディディ、あれ一瞬でなんかここ3ターンでなんぼなくなった今金、え、なんか15万くらい太るやば、2、あ、待って払うだ、払うだ、13万、え、待って、え、13万、たっか、ひまさんがここに来て並んできた、俺にやばいやばいやばい、ディディの3ターン俺たった1ターンで失ったんだけど、え、最後エグい、最後エグい、7、あ、あれ元からチャレンジじゃない、お、あ、違う、好きな元からもらえる、5万が1万、7万、10万、あ、10万だな、あ、でもそっか、なんでさ、置くだけ気がついてないんだ、まあ10万か、でも、ハテナハテナハテナって、あ、これはどっちかに、そう、どっちか、最後、え、なんかベルのワンチャンあるくない、うあるな、ベルモさん、これ資産、資産があるからな、やっぱ、アクさんもいいよ、まあ、諦めな、あ、急にデメでかくなったね、まあ、何ここ、一気に決算日まで、給料日、何にもなりません、2枚返せる、2枚、とりあえず2枚返せる、誰か 3万いくらにしたいな、アケンを、あ、終わっちゃった俺、はい、伊藤、やばっ、もらってもらってそのまま駆け抜けていく、おー、終わっちゃった、まあまあまあ、払わなくてよかった、変なマスに止まるよりいいね、うん、あ、1番だから、あ、打った、うおー、うわぁ、俺が遅いからやばい、待って待って、見たいもん、あ、あ、ゴールしちゃった、あぶな、お前3だったらお前25万、あぶねぇ、25万払う、あぶねぇ、やばい、俺がゴールしないでこいつは永遠金を貸し続けるぜ、よっしゃ、ルーレットタイムだ、ルーレットタイム、よしよしよし、ルーレットタイム、
でけえ目出し続けるぞ。あけんさんとかベノムさん、もうちょい細かく刻んでいいよ。でかいね。よし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 。まあ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 、あけんさんがいるからまだ。放り抜かされるんだけど。あの人生最大の賭け出るかもしれない。ない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 。うわっしゃ4万。まだいきませんよ。ベノムありだな、めちゃくちゃ。とりあえず借金を返して。よし、決算日までいけ。決算日までいけ。いけ、決算日。もう一回、もう一回借金。もう一回、借金しろ、借金しろ。決算日いけ。いやーしょっぱ。何そこ何そこ。金払え払え払え。あ、ありがとう。うわ、え、じゃあさっき払わなければ。あ、もったいな。もったいな。まあまあいいですよ、別に決算日に。あ、でも大したことねえわ。むずしゃ。大したことねえ、これゆっくり言っても大丈夫だ。マジか、そういうことか。しぶくね、7だけ当てんの結構しんどいぞ。いや無理だってこれ。こんな早く言っても意味ねえわ。まあ、10万とか5万とかあるけど。燃えろ。いや、ばい。あ、ホールインワン。あぶねえ、あぶねえ、なんか。熱。え、なんかベロムやばいな。ベロムさん、金稼いでるよ。あ、ホールインワン。ホールインワン。ケンさん。ここ行ってお金が。ありがとう。給料日、給料分返ってきたわ。当たっても2万ってしょぼいな。よし、おっ、うまっ、当たった。よしよしよし、スーパーいいね。スーパーいいね。あ、でもひばりさん一周だからぴったりいけば、一周回せばいいね。これでちょうど。あ、全然だ。全然ちゃいます。そんなことなかった。7スタートでフルでやったら3が出るんか。なるほどね。ここはなんか危険なのあったっけ。めっちゃあるよ、ここからさらに。あー危ない、えぐいよ。いや普通にもう6行きたいんだけど、失敗してくんねえかな、うん、よしよしよし。あーちゃんと行くよ、ね、放り抜けた。いやこっからが黒いから。でも確かに一気に金なくなる要素あるもんね。いやー通り抜けた。一番やばいのはアーケンさんだよ。マジで今持ち金がないから5万しか。うわっ、でっか。あ、そっか。遅くてが保てないの、今朝もあります。よかった。あは？まあ、5万しかないけど。なんか、出すか？5万です。ちょん。おー、うまい。うまい。20万ぐらいくれよな、こんなんやったら。ほんとだよな。いや、怖いマスある目の前に。いやー、なんだ、3点。払うか。払うか。うわ、孫とかいらんって、いねえって。子供いないのに、孫いるのも面白いな。誰やねん、孫って。待って、これは？もらう？もらう？もう、払う？もらう。生命保険、もらうもん。やばいよ、これ。払いまくれ。もらえ、欲しい。お金ください、お金ください。うわ、9。お金ください。1個前か。払うじゃねえ？お金ください、お金ください。あ、もらうか。もらうからの？もらって？からの？おー。おー。ありがとうございます。一気に26万。子供バフ来てるよ、これ。わー、行き過ぎだ。これちょっとなんだ。こっちもでよくね。うまい。狙った通り。ルーレット。お前。え、このゲームってこんな感じだったの？じゃあ向こう、あの、やばいな、これ。デメを出すゲームだから。あ、どこだ、どこまで行くんだ、これ。もう大丈夫、それ。まず、払わない？生命保険？もらうか、もらうじゃない。払うの？払う。うわぁ。いい勝負じゃないか、これ。え、これさ、払え、払え、払え、13万払え。え、こっから払う、払うだよ。13万払え、払え、25万払え、なんなら。払う、もらう。なんなら25万払え。36、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 36
3秒しかね、え、3秒いらない、 1.5 2秒、2秒いや惜しい、これ2秒じゃん、ほら2秒は引きすぎる、駆け抜けたい、ここはもう何にもなく駆け抜けたい、4、4、4、3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 、8万の家返せよ。まず家な。リリーさん、9万で生産します。8万っていくらになるんだこれ。分からん。キムジーさん、3万が3倍の値段だね、これ、おそらく。え、24万じゃん。え、やば俺。もったいな。連載12万もったいな、マジで。買ってよかった。取られたんだけど。アーケンさん、24万やば。売ってよかった。8万ハウス。え、15万もさ、出たんだけど、それ。さあ、お宝の生産いきましょう。ひまえさん、さあ、当たってるのか。やべ、いくぞ、ルーレット成功中。ルーレットね、やばい。好きなとこ設定できるじゃん。俺7出すの上手くなったから、7 7でいいですか。終わってるって、終わってる。ウルトラ宝くじ、え、しかも7スタートむずいけ、ハンズだ。あ、これまずいぞ。いやこれベロムかなりいいんじゃないか。あ、さあ、アケン9万当てるか。偽物やばいやばいやばい。リリーさん、お宝を持っていません。ヒマジンさん、火星ロケット12万、ウルトラくじ火星の死んでくれ。お宝やばいな。やる気5000。ここもやる気ボタン惜しかったな。チャンピオントロフィー10万。しかもオペラハウス持ってなかった。オペラハウス11万。やば、え、やばくない。ベノムさん勝つくないこれ。よし、59万。アゲさん9万。え、これさ、僕さ、最後お金失わなきゃ勝ってたんだけど。さあ、株券2万。リリー2万。これあんま上がんなかったなね。イメージン2万。2万。じゃあ2万。あげさん1枚と。え、まあまあまあ。ないよりマシじゃない。いやいや、いない。あってない。あ、やっぱんじゃね。俺じゃね。4位は俺、39万。なんだかんだ、ひまじんさんが4位。3位は。うわ、まさかの遅れた2人が1、2、2。え、これ最後さ、いや、でか最後。最後お金なくなってなかったら勝てたな。ベノーさん64。農家からの611万1000。いや、ちょっと宝物バッグえぐいわ、ちょっと。ひまじさんさ、これ15万の方買わなかったら。いや、25万。ウルトラクジじゃなくて10万買ってたら。買ってたら。やば。いや、25万ドルだったら買ってた。10万だって、俺50万になってない。11万のやつが12万やったら50万になってて、ベノムさんが
ちょっと低くなったら低いやつになるから。不条理。となるとさ、俺のさ家もさ、もともと戻ってアーケさんに勝ってた。そうだね、確かに。お疲れ。俺2個目買えるのかと思って。ボールがだいぶ起きたな。あれ2個買えないんだ家。負けたー。夢があまりに渋ドルと。うわあ、マジかよ。いやー、よかったー。うわー、ということで1位はベノムさん。はい。いやー、大学院で遅い遅いでバカにしたけど、ゆっくりの方がやっぱ稼いでたな。最終的には勝つと。なるほど、ゆっくり歩んだ方が最終的には勝つ。人生の教訓のような。生き急いだ俺たち、リーディーと俺はちゃんと下の方にとどまるという。ちゃんと読んだもんね、生き急いだ結果。辛い。ちょっと現実を表すかのような、ちょっと本当の人生ゲームになりました。アーケンさんは借金かと思ったら実は2位と。全然2位だったね。お前臭い。だって子供売ったやん。子供子供を9万であのお前取引したんだぞ。お前ありがてありがて。で終わってるこいつ。ということで今回はジジです。ありがとうございました、ジジ。あ、俺も子供3万で売りゃよかったな。